西国立駅は東京都立川市羽衣町一丁目にある東日本旅客鉄道南部線の駅である。駅番号は JN25 相対式ホーム2面2線を有する地上駅である。互いのホームは古船橋で連絡している。立川駅管理の業務委託駅、自動改札機、指定席券売機設置。 指定席券売機での乗車券類の発売時間は6時から23時50分である。これ以外の時間帯に有効な乗車券類を所持していない場合には乗車駅証明書を受け取って入場する形態が取られている。なお、自動改札機は稼働している。駅舎は線路の東側にあり、上り川崎方面の一番線ホームとは、 かつて当駅に隣接していた立川機関区への入り、出庫線後に設置された短い通路により連絡している。一番線ホームと西側の下り立川方面二番線ホームとは、古線橋により連絡している。従来、古線橋は、駅舎と一番線ホーム、二番線ホームをそれぞれ連絡しており、入り、出庫線後に通路が設置されてからもしばらくはこの、携帯であった。 駅の西側の地域からは主に駅南側の踏切を経由して駅舎にアクセスする。当駅始発の川崎駅が毎日2本設定されている。この当駅始発列車は立川駅の留置線から出庫するが、立川駅では留置線から直接ホームに入線可能な配線ではないため、当駅まで改装してから営業運転を開始する。なお、下り列車は当駅を通り、 立川駅で客を降ろした後、本線上で折り返してから留置線に入庫するため、当駅止まりの列車は存在しない。2020年度の1日平均乗車人員は7999人で、ある。近年の1日平均乗車人員の推移は、下表の通り。駅名は、西国立であるが、所在地は、立川市羽衣町であり、国立市境とは、若干距離がある。 駅社改札外に駅中のパン屋、向かいに飲食店が立ち並び、コンビニはファミリーマートがある。周辺は大規模なマンションも目立つが、主として低層の住宅地である。西側には、京西立川病院をはじめ、立川駅よりも当駅が、資金の立川を称する施設が多数ある。以前は、立川市役所、国の立川地方合同庁舎、 立川公共職業安定所があったが、いずれも立川駅北口へ移転した。市役所跡施設の一部を暫定活用して、2012年12月に立川市子ども未来センターが設置された。また、東京都立多摩図書館は国分寺市への移転により、2016年12月に閉館となった。駅東側に、 西国立駅入口停留所があり、立川バスによって運行されている。また、駅北東の立川六章停留所からは、立川バスの下記路線が利用できる。駐車区出展広報資料、プレスリリースなど一時資料。ありがとうございます。